色は、私が今着ているのがベージュ。ベージュです。ベージュ。続いてこちらがエクリュ。エクリュです。そしてこれすごい可愛いんですよ。サックス。サックスです。はい、こちらは3色展開になっております。ではお値段いきます。じゃじゃん、3690円。イエーイ。はい、でこちらは3月2日水曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格になります。はい、ではでは、なんかこれも可愛いけど、ちょっとなんかボーダーに、ちょっとボーダーに変えてきていいですか。ごめんなさい、なんかしっくりきてない。ちょっと待ってくださいね、すいません、空張り。これね、すごいね、洗えるってびっくりですよね。皆さんコメントいただいてるんですけど、洗えるの本当にびっくり。買うしかないやん、マウンパも。ほんまにあのマウンパもやっぱ春あったらすごく使えますし、ね、洗えるっていうのめっちゃいいですよね。私もなんかこれ欲しいな。ちょっとなんかお散歩行ったりするときとかにワンちゃんとかってこうちょっとテレバーンってされたら汚れるので、その時洗えたらめっちゃいいなって思いました。今ちょっとカジュアルに。はい、では行きます。こちらね、洗えるマウンパなんですが、シルエットはまずちょっとお袖がポワンとなっていて、ボリューム感のあるシルエットになっています。なので結構マウンパってちょっと何て言うんですかね、カジュアルでアウトドアっぽい男性っぽい感じがしたりすると思うんですけど、これは結構袖の感じとか、このシルエットがちょっとこういうシルエットなのが、あのね、個人的にはちょっと女性らしさもありつつな感じかなと思います。この袖のギャザーとかねあるので、このボリューム感がすごく女性らしくて可愛いなと思います。はい、でしかもサイズが2サイズ展開あります。で私が今着用しているのはこれが M サイズ、 M です。 M サイズってこれぐらいです。でもう1サイズ L サイズもあります。これが L なんですけど、着てみますね。今ちょっとやっぱ L の方がゆったりするなって思います。これが L、 結構ゆったりしますよね。身幅とかもちょっと変わってくるし、袖の長さとかも変わってくる。これ L サイズです。はい、なんでサイズも選べるので、それもすごいいいなと思っていて、あとはこのね、ボタンとかのこの金具のお色がちょっとツヤっとした感じのイエローゴールドっぽい色なので、これもすごい高級感があるのと、この生地感ですよね。やっぱり生地もなんかね、光沢がありすぎ、今多分ライトがついてるのでかなり光沢感出てるように見えるんですけど、ちょっとツヤっとした感じのお素材感なので、すごく高見えするなと思いました。はい、であとこう汚れたりしても、まあ、洗いますが、なんか汚れたりしてもなんかまだこう拭き取ったりしやすそうな生地感だな、つるっとしてるので、そんな気がします。でそう、シワにならなさそうってあるんですけど、確かに結構こうやってギュッてさっきからやってますけど、こんなもんじゃシワにはならないですね。こうやってしたら戻るので、なんかシワの感じも全然大丈夫そうだなと思いました。はい、なのでこう洗った時とかも干す時はなんかシワとかそこまで気にしなくていいんじゃないかなって思います。はい、一応これね、もうお洗濯洗濯機でいけるので、はい、それめっちゃ嬉しいですよね、お家で洗えますし。はい、エクリュ着てください。 OK です。エクリュ着ますね。お待ちを。ボタンちなみにこれでね取れますので、フードは取り外しとかはできないです、先に言っておきます。
で、裏地はついてないです。あー、ベージュも可愛いですね、これ。なんか合わせやすそう、明るくなりそう、コーデが。こんな感じです。ベージュはこれは M サイズかなと思います。M ですね。これ。はい。こんな感じです。この前みーちゃんが紹介してたマンコよりは厚手なのかな、ちょっとねそれを私が紹介してないのでちょっと確認できてないんですが、どうなんやろう。でも素材感とかはちょっと違いそうな気はしますけどね、まあ、丈とかも違いますし、はい。みーちゃん M でそのサイズ感だと低身長、低身長さんには大きいね。そうですね、まあ私でも逆に L でもいいなって思います。私は結構ゆったり着たいので中をしっかり着込むたり、こうゆったりしたアイテムを着るときはやっぱり上もゆったりめが好きなので、意外と L でもいいかなと思うんですけど、あ、低身長さんとかあるんでちょっと先にお見せします。はい、152cm さんでこんな感じです。 M サイズ、はい。で L がこれぐらい、 L はねやっぱちょっと袖とかがダボダボになっちゃうので、低身長さんは M の方がいいかなと思います。アルサさん、エクレのね L はちょっとないんです、すいません、サンプルが M しかなくて申し訳ないです。はい、ベージュは色濃いめですか。ベージュはエクレに比べるとねやっぱり濃いめですが、そうですね、ちょっとブラウン味が強いというか少し濃さはあると思います。ただやっぱ光沢感が少しね素材にあるので、なんでしょうね、濃すぎないというか明るくは着れそうな感じがします。ちょっと後でブルーも着てみようと思います。これが今着てるのが、私が着てるのがエクリューです。でさっきお見せしたのがベージュになります。こっちがベージュですね。スカートさっきのねちょっとマーメイドしかない、あ、あります、私今日私物で在庫あるかわかんないですけど、あきこさんのリーガムジェックを履いてきたんですよ、それに合わせます。じゃあかくちゃんに、今かくちゃんロボティしてるので、なんかまだ寒かったらこういうのもありかなと思うんです。ロボティにちょっと中イエロー、今ライトをね全面に当ててるので結構テカってるように見えると思うんですけど、実物は結構上品な光り方なんじゃないかなと思うので、そんなテカテカではないです。
段つけないのいいね。そうですよね、なんかアウターやから。これはね、さっきのシャツはなんか透けててもまあいいかなって感じだけど、まあ、しかも洗えますしね、これね、めっちゃいいですよね。よし、よし、シューズをちょっと、スニーカー、倒れて良さそう、めっちゃ良さそうです。いいと思います。髪の毛を取りましょうか。なんかお散歩の時とかもね、やっぱり公園とか例えばですけど行った時とか、なんか汚れがね気になったりすると思うんですけど、これはお洗濯、しかも洗濯機で、まあ、もちろんあのネットとかに入れていただいた方が安心だと思うんですけど、それでできるのでかなりいいですよね。かなりもう真夏みたいなコーデですけど、なんかね、もう本当夏直前ぐらい、まあ、ちょっとまだ肌寒いし、でも長袖着たら暑いしなっていう時も、なんか T シャツでこんな感じで合わせていただいたらいいのではと思います。どうでしょう、インガムチェックにブルーを合わせました。これにスニーカーとかね合わせてもらっても可愛いと思いますし、なんかギンガムチェックがちょっとグラ、ね、モノトーンな感じにこういうブルーを合わせるのもすごく可愛いですよね。例えば袖のポアンがね可愛いですね。うん、あ、サックスとギンガム最強に可愛いね。この色合わせは私もおすすめです。可愛い、やっぱりブルーのマント珍しい、 G ジャンより気軽に羽織れそう。確かにそうですね、なんか G ジャンがねちょっとこうカチッとしてるイメージですけど、マンパなのでなんかかなりカジュアルな、より一層カジュアルだけど、こうちょっと光沢感のある素材だったりするので、なんか女性らしく大人っぽくも着れるんじゃないかなと思います。はい、マーメイドスカートには合うかな。もちろんです、合うと思いますよ。ちょっと後で下着替えます。はい、シャカシャカしますか。それがね、そんなになんかもっとシャカシャカするやつあると思うけど、これは今ほら普通ぐらい、なんか普通にトレンチコートとかこうスリスリしたぐらいの感じかなと思います。でも本当にこれシルエットがめちゃくちゃなんか綺麗見え、高見え、このここめっちゃ可愛くないですか。ここ光沢のあるトップスと合わせたら派手だと思う？いや、そんな、なんかそこまで光沢めっちゃあるわけじゃないですよ、これ、うん、光沢あるトップスで言ったら、どこまで光沢があるかにもよりますけど、私のそれこそコラボのシャツとかどっちかというとちょっと光沢ありみたいな感じじゃないですか。白？光沢が分かりやすそうな、あ、ブラックとか、ちょっと、まあ、全然光沢感とまた違うんですけどね。これもなんかちょっとツヤっとしてる素材ですが、なんかこれに、これ合わせたとしても、そこまで、またなんか種類が違いますね。やっぱ素材が違うから、種類が変わってくるので、全然大丈夫だと思います。ほら、もうライトこんだけ当てて、ツヤツヤに頑張ってさせてるけど、全然目立たないので。大丈夫そうだと思います。はい。
インナムチェックのスカートのサイズを教えてください。私は164センチでこれ M サイズ着用しています。はい、寒い時期に中に分厚めのトップス着れますか？十分着れると思います。もうこんなにこんなにもゆったり、ここゆったり半分ぐらいまだ空いてます。なので十分です。大丈夫です。あとお尻隠れますかって質問ありましたね。お尻はちょうど下です。ちょうど隠れてますね。私ちょうどここ止めたとしてちょうど隠れます。あとなんかこうちょっとシルエットが A ラインっぽいシルエットなので、なんか締めてもこの後ろのこのふわっと感がありますか、ここの これがまた可愛いですね。なんかメンズ系のあのマウンパを着てるとはまた違うシルエット、女性らしいシルエットかなと思います。はい、手首合わせられますか？合わせられますよ。めっちゃ夏めっちゃ夏です。それこそね、この黄色にブルーとかもめっちゃ可愛い気がするんですけど、ちょっと合わせてね。ほら、めっちゃ可愛いよ。ほら、ほらほら。中は全然無地にしてもらってもいいですけど、なんかどこでもいいです。このイエローとこのブルーの組み合わせもめっちゃ可愛いです。ここがブルーだから合う。合うな、可愛いな。ほら、おしゃれさん。パクちゃんおしゃれさん。あ、ベージュもいいですね。やっぱなんか女性らしくなる色味が明るいの でちなみにポケットございます。たっぷり十分、あの手首まるっといける、ここまであります。ここはここまでポケットですね、シワね、本当に全然今はないです、まあ、アイロンちょっと当ててくれてるのもあると思うんですけど、でもなんか本当にくしゃくしゃに置いてない限りは大丈夫だと思いますよ。吸ってるだけとかだったらそんなシワができるとかあんまりなさそうです。こんな感じです。マンパ切ると子供っぽくなってしまうのですが、大人の着方はありますか？大人の着方、まあ、これだとやっぱですね、カジュアルになっちゃうってことですよね。どんなの着方か、すごい噛みそうやつ。それこそ今スカートを結構私はフレアな、セミフレアな感じのスカートで合わせてるので、なんかどっちかというとちょっとガーリーさがたっぷりなんですけど、大人の着方でしょう。スカートがいいんだったらマーメイドとかどうですかね。今からちょっとマーメイド履いてこようかなと思うんですけど、これをマーメイドにしたら結構大人っぽくなりそうな気がするんです。ちょっと少々お待ちください。Pちゃんなら M ですか？そうですね、今ずっと M を着てるので、うん、M でいいかなと思ってきました。でもなんかかなりゆったり着たいとか、もう本当にオーバーサイズがすごいもともと好きなんですっていう方は L サイズでもいいのではと思います。なんかね、商品ページにあの身長別でスタッフの着用感がね2つぐらい載ってたんですよ。で、なんかそのスタッフの着用感の好みとかも合わせてお伝えしている部分があるので、よかったら商品ページすごい参考になると思うので見てみてください。大人っぽい、大人っぽい、大人っぽい大人っぽい、大人っぽくなったかな。なんか結構シンプルにしたから大人っぽくなってる気がするんですけど、はい、ちょっと綺麗めですかね。なんかね、これもそれこそボタンが結構ゴールドだったりとか、普通のね、こういうマーブル調のボタンとかだったらもしかしたらちょっとカジュアルに見えるかもしれないんですけど、このボタンが結構きれいめですし、
この光沢感の素材感もきれいめなので、なんかあんまりすっごいカジュアルにそれこそアイテムで振らない限りはシンプルに合わせただけで結構きれいめに着れるのではと思っていますが、どうですか？こんな感じです。で、あのシューズをそれこそあのスニーカーとかじゃなくってこういうパンプスとかきれいめなものと合わせていただいたらまだ大人っぽく仕上がるのではと思います。こんな感じでしょうか。はい、クロスカートにサックス合わせてほしいです。 OK です。合わせましょう。サックスも可愛いですよね、これね。そしてこのスカートがやっぱりめっちゃ履きやすいなって再確認するんですけど、ふーちゃんのマーメイドスカート。黒にサックス、こういう感じです。でこうちょっと手首とか見せて、あの時計だったりとかバングルとかこういうアクセサリーをつけてもらうとちょっとやっぱより大人っぽく仕上がると思うので、ぜひしてみてください。はい、じゃあこんな感じでいきそうですか。あ、前のファスナーを閉めた雰囲気を見たいです。 OK です。前のファスナーもね、ゴールドですよ。ちょい締めぐらいでこれぐらい、肩抜かずして前後差あります。ちょっとだからこのマーメイドとのバランスも可愛いですね。ここもなんかいい感じに隠れてくれるし、アウターめっちゃいいです。で、全部締めてもなんかちょっとメンズライクな感じになって可愛いよね。ボタンここ2個ちゃうわ、3個あります。なんかこうちょっとこういう感じに1個だけ止めてここを見せたりしても可愛いかな。こういう感じで着たりとかしても可愛いのではと思います。あとは全部締めるとこんな感じです。ベージュですね、ベージュを着てくださいとあるので着ます。ベージュ、締めても可愛いですね、はい、ベージュ締めると、ベージュ1個締め、あ、可愛いかもしれない。私結構ベージュが好きかもしれません。こんな感じでしょうか。はい、キャメルっぽいですか。あのちょっとキャメル入ってますね、キャラメルラテみたいな感じ、コーヒー、今日コーヒーにキャラメル入りましたみたいな色味です。はい、こんな感じです。じゃあ、あ、次はスキニーです。スキニーを履いてまいります。お刺激きた。はい、今日のラインナップ でスキニーなので、スキニーにも
この何番にしましょうか。皆さんこのスキニーはお持ちですか。 M1700 というレタスの名品番。それこそさっき大人っぽく着たいって方も、あのデニムでもスキニーに合わせると結構大人っぽくなると思うので、